はい、皆さんこんにちは。紙工房のキングナブです。本日紹介したい今来る賞はこちら、はい、ワルキューレのラストミッションの、グッズの、最終の受付が開始しているので、そのご紹介をしようかなと思います。プラス、ニュー新商品も出てますので、そちらもご紹介いたします。はい、第4回の受付が5月の20日から6月の30日までで、商品発送が7月の中旬から下旬となってます。はい、これが多分一番もう最後と思われますので、欲しい商品がある方は今のうちにご購入ください。はい、こんな感じでやって、変わらずですね。で、通販限定のやつはもうないかな、多分買えないと思います。ソールドアウトになってるんで買えないですね。他は買えるものもあったりなかったりすると思いますので、よければ見てください。で、今回追加された商品ですね、こちら幕張の 1日目、デイ5ですかね。で、始まる前に、ちらっと宣伝みたいなのがあって、ワルキューレのファイナルライブツアー2023ラストミッションのライブメモリアルブックということで、今回のデイ1からデイ6まで東京大阪幕張の全6公演の、ライブ写真を100点以上収録と。で、さらにワルキューレ全員によるライブ振り返り対談や新規撮り下ろしの写真などを掲載予定と。はい、こちら7月30日までって書いてましたけど、受付期間が6月3日から8月の6日となっています。はい、ちょっと期間が違うんですけど、欲しい方もすぐに予約していただければいいかなと思います。で、発送が9月の中旬から下旬予定となってますので、ご注意ください。他のライブグッズとは別です。はい、全80ページと書いてますけど、だいたいこのぐらいになるみたいな感じでしょうかね。まだ多分今作り中だと思われるので、まだそうですね、ライブ終わってから1週間も経ってないので、まだ作り中と思われるので、だいたい80ページとかになるみたいです。はい、で、価格が4950円、約5000円となってます。はい、まだ写真は出てませんね。どういう商品になるかまだ決まってないので、という感じで、こんな感じの商品がありますと。ぜひともワルキューレロスだなと思われる方は、このライブメモリアルブックをご購入してみてください。私はもうご注文の方をしているので、もしかしたらここでしか買えないかな、多分これ逃せばもしかしたら買えないかもしれないので、欲しい方は、よければ5000円なんでご購入を検討してみてください。という感じで今回は以上とさせていただきます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次のマクロス情報のでお会いいたしましょう。